日本大分県大分市鶴崎鶴崎の中心部鶴崎は大分県大分市東部にある地区の地名である。室町時代後期には大友氏家臣の吉岡長蔵によって鶴崎城が築かれた。この城は天正十四年の島津市の文語信仰の際に長蔵の子、環境の妻であった妙林にが地望を用いて牢城を続けたことで知られる。江戸時代には 鶴崎は佐賀の関などと共に、熊本藩の所領となり、瀬戸内海への拠点とされた。熊本藩の参勤交代は、文語街道を経て、熊本から鶴崎に至り、佐賀の関から海路で、大阪に渡る経路を取った。鶴崎城は、廃城とされて、後には、熊本藩鶴崎御茶屋が置かれ、文語国内の熊本藩所領の統治に当たった。百八十九年四月一日の、 町村政志向により、大分郡鶴崎町となる。その後、1938年に、別府村、1943年に、三佐村、1944年に、桃園村を編入。1954年3月31日には、松岡村、高田村、明治村、川添村と新設合併するとともに、市政志向市、鶴崎市となる。 1963年3月10日、大分市及び大分軍、北天部軍の4町村と合併し、新たに大分市となって行政区分としての鶴崎は姿を消した。ありがとうございます。